筑波大の田中と申します。今日は私が開発しているプレイクと呼んでいるワークフローシステムについて紹介させていただきます。この開発は JST クレストの支援を受けているということで、ここにロゴが入っています。まず自己紹介させていただきます。筑波大学の計算科学研究センターというところで研究員をしています。昔は天文学を専攻していました。 Ruby 歴としては NRA という数値配列ライブラリを1999年から開発しています。これは最近すっかり有名になった NumPy と同じようなものを Ruby で作ろうとしています。 NRA については2010年に筑波で開催された Ruby 会議で紹介しました。 Ruby 会議でのプレゼンはそれ以来の2回目になります。本題の前に NRA のその後の開発について手短に紹介します。当時から新しいバージョンの NRA を開発していましたが、あまり進んでおらず、今年になって少し進みました。ネームスペースを新しく NUMO ということにして、最近やっと基本仕様の実装ができたと思います。しかしまだたくさんやることがあって、数字計算ライブラリのバインドとかいろいろあります。で、この調子だといつまで経っても終わらないので、もし ご興味のある方がいましたら ご協力歓迎します。今日の話題は、2010年の Ruby 会議でも少し紹介しました PW レイクと書いてプレイクと呼んでいるワークフローシステムです。で、プレイクとは今日の午前の柴田さんの発表にもありました、レイクを拡張して並列分散でするようにしたものです。プレイクのメインの目的は計算機クラスターでの科学データ処理ですが、他の目的にも使えると思います。で、プレイクの仕組みを簡単に言いますと、レイクのタスクを並行して走らせて、SH、シェルのコマンドラインをリモートに計算機に送って、コアの数だけ並列に実行するというものです。今日お話しする内容です。背景として、プレイクのターゲットである科学ワークフローの例を紹介して、その後、ワークフローを記述するための言語としてレイクの優れた点について述べます。それからプレイクの仕組みについて簡単に紹介し、ファイル共有のために用いる、GFAM Distributed File System について紹介します。で、研究で行っているローカリティを考慮したタスクスケジューリングと、あと対象外性について述べて、最後にプレイクと GFARM による科学データ処理の例を紹介させていただきます。背景としてプレイクのターゲットである科学ワークフローというのはどういうものか説明します。科学ワークフローの例としてモンタージュという天文画像処理ソフトウェアを取り上げます。天文観測では一度に観測できる視野は限られるので、望遠鏡の向きを変えながらサーベイ観測します。するとこのような画像が得られます。これを投影法や、背景レベルの補正を行って、このように結合した画像を売ることが目的のソフトウェアです。このモンタージュのワークフローをグラフで表すとこのような感じになります。ここでグラフというのはグラフ理論の対象のグラフで、頂点バーテックスと辺エッジを結んだものです。グラフのうち辺に向きがあって巡回しないものを有効非巡回グラフ、ディレクテッドアサイクリックグラフ、略してダグと呼んでいるものを呼びます。で、ワークフローは一般的にダグで表すことができて、タスクを頂点で、タスクの依存関係をエッジで表します。で、モンタージュのワークフローもこのように複数の入力ファイルに対して数種類のコマンドを適用するような処理になります。で、この入力ファイルの数が増えれば、グラフは横に大きくなるというふうになります。で、グラフをワークフローを実行するためには、まずこのような複雑なダグを表現できるようなワークフロー記述言語が必要になります。というわけでワークフロー言語の話に移ります。で、世の中には数多くのワークフローシステムがあって、
まあ、ワークフロー言語にもいろいろなデザインがあります。一つはマークアップ言語をベースにすることで、そのうちの一つに XML をベースとする DAX というものがあります。これは、ペガサスという有名なワークフローシステムで使われています。で、XML を生成するときに、まあ、大抵スクリプト言語が必要になるということが発生します。で、他には、新しくワークフロー言語を作ってしまうことがあります。代表的なものに Swift という言語があります。で、これは、まあ、Apple の Swift 言語とは全く違うもので、でそれ以前から作られていたものです。で、新しい言語の問題は学習コストが発生することと、あとニッチでユーザーが少ないのでノウハウが増えにくいということです。そこでワークフローの記述に適していて、かつ使われている言語ということで見回してみると、ビルドツールのメイクがあります。で、このメイクをワークフロー言語として用いた処理系として、東大の田浦先生が開発した GXP メイクがあります。で、ここで、プログラムのビルドを例にしてワークフローの記述について見てみます。で、ビルドの処理をダグで表すとこのようになります。入力ファイルとしてはじめに C のソースがあり、それをコンパイルしてオブジェクトファイルを出力してリンクして、実行ファイルの符を出力するというものです。で、このダグをメイクファイルで書くとこのようになります。で、この例では、GNU の拡張であるワイルドカード関数とか置換関数で、あとパーセントにマッチするパターンルールを使っています。で、こう書くことで、ソースファイルの名前や数が変わってもメイクファイルを書き換えずに済みます。で、このパターンルールは、まあ、任意のパターンにマッチするので、拡張子だけではルールを適ないちょっとルールを定義できないような化学ワークフローには必要な仕様です。で、このワークフローをレイクファイルで書くと左のようになります。で、レイクファイルの仕様については、まあ、柴田さんの講演を聞いてきた方全員がご存知だったので、ここで説明する必要はないと思いますけれども、まあ、簡単にしますと、タスクとルールとファイルでタスクを定義を行います。で、その最初の引数がタスク名で、キーワードの引数に出力ファイル、そのタスクが依存するタスク名を書きます。で、ファイル名のタスク名は出力ファイルとみなされまして、ルールメソッドには拡張子のほかに、で、後で述べますけれども複雑な指定ができます。で、これのコードブロックの中の sh シェルのメソッドに、外部プロセスとして実行するコマンドを書きます。で、メイクファイルの方はドメイン特化なので短く書きますけれども、記号が多くて分かりにくい。で、一方のレイクファイルの方は Ruby スクリプトなので新たに文法を覚える必要がありません。で、化学ワークフローを定義する上で、レイクにはさらに便利な特徴があります。一つは Ruby スクリプトを書けること、もう一つは PassMap という機能です。で、Ruby スクリプトを使う例ですけれども、これは、このレイクファイルは、モンタージュのワークフローの一部です。で、レイクファイルはこのように、for ループの内部にタスク定義が書けます。これでタスクが多くなっても定義できます。その他に、まあ、ファイル名の置換とかで Ruby の強力な文字列処理が使えるというのが、まあ、内部 DSL の利点といいます。で、またレイクには PassMap という便利な仕様があります。で、このレイクは前のスライドと同じタスク定義をルールを使って書き換えています。で、PassMap が使われているのはこのインプットからアウトプットに変換する部分と、あとルールに正規表現にマッチしたターゲットから入力ファイル名に変換する部分です。で、このパスマップのおかげで、拡張子以外のさまざまなパターンのルールを記述できます。で、パスマップはこの例のようにいろいろなパス名の変換に対応しています。
詳細はマニュアルをチェックしてください。でさらにパワフルな機能として、ターゲット名から依存ファイル名に変換するときにブロックを使うことができます。でこの例はモンタージュのワークフローのうち2つの画像の差分、明るさの差分を求めるタスクです。でこのように2つの入力ファイルを必要するようなルールはパス名の変換だけでは不可能なんですけれども、レイクではこのように書けます。でどうやるかというと、ファイルマップの変数のハッシュオブジェクトに、キーの出力ファイル、バリューに、入力ファイルのペアを、セットしておきます。で、ルールの依存タスクにこのようにブロックを書いておくと、ハッシュに基づいて、タスクのファイル名から入力ファイルのペアに変換されます。でこれも Ruby Lake ならでの機能です。ワークフロー記述言語のまとめです。複雑かつメニータスクの各ワークフローを記述するための言語として Lake は非常に強力であり、その理由としてルール、パスマップ、内部 DSL の特徴を挙げました。でそこでワークフローシステムのプレイクでもレイクの仕様を変えずにワークフロー記述言語としてそのまま利用します。ではレイクプレイクの話に説明に入ります。でこれはプレイクの模式図です。でこちらがプレイクのプロセスを起動する計算機でマスターノードと呼んでいて、プロセスを実行する計算機をワーカーノードと呼びます。でプレイクは、起動すると、このプレイクワーカーという書かれた、ワーカーを SSH で接続して起動します。でその標準入力に、ここのシェルのコマンドラインを送ることによって、外部プロセスを起動します。でここのパイプというのは多重化していて、並行して走っているプロセスの並行して走っているので、それを扱うことができます。でプレイクのプロセスの中では Ruby のファイバーがコアの数だけプールされています。でファイバー1つにつき妹のワーカーのコア1つを担当しています。でこのファイバーのコンテキストでレイクのタスクが走るので、これはマルチコアで実行する走っているわけではなくて、で SH で起動した外部のプロセスが、マルチコアで走っているということになります。でこのファイバーで実行するタスクっていうのはこのタスクキューから取ってきたものです。でこのタスクキューは、タスクの並列性と依存関係を両立するために導入したものです。で元のレイクでどうやってタスクを走らせるかというと、このダグをレイクファイルで定義されたダグをターゲットから、深さ優先探索で、検索して、その帰りかけに実行するという感じになります。でこれはトポロジカルソートと呼ばれるものと同等で、でこれは並列性は考慮されません。一方のプレイクの方式では、ある時点で実行に可能になったタスクをキューに入れます。でキューからタスクを取り出してファイバーで実行するということを繰り返します。でタスクに入ったタスクキューに入ったタスクのうちどのタスクを取り出すかということを決める手法が後で述べるタスクスケジューリングになります。で複数のタスクを並列に実行するために、プレイクでは最初はスレッドを使っていたんですけれども、いろいろ悩ましくって、アブストで書いたように、プレイクでは1万コアを動かすことを目標としていましたけれども、コア数だけスレッドが必要になって、そうするとマックスユーザープロセスに引っかかったりします。またあとデッドロックの原因を見つけにくいとか、シンクロナイズが必要な箇所が分かりにくいとか、プッツでシンクロナイズしないと複数のスレッドの出力が一行に混ざってしまうとかいう問題がありました。
で今ファイバーを使うようにしています。でプレイクの処理のほとんどは、まあ、ワーカーノードの接続の IO 待ちなのでファイバーで十分ということと、あとファイバーならプログラムの中でコンテキストが勝手に変わらないのでそのプログラミングがやりやすいということがあります。でファイバーの欠点としましては、並列同期 IO を自分で実装しなければならなかったことです。でファイバーを使った非同期 IO の実装はいろいろありますけれども、ウェブ系が多くって、プレイクで使えそうなものとしては昨日のスピーカーの関さんが作られたバーテンダーがあります。ただ、バーテンダーでは、IO とファイバーが1対1対応なのに対してプレイクでは1つの IO に、1つの IO に複数のファイバーが対応する必要があります。でこの辺が苦労するとこだったので、まあ、そういうノウハウが触れるといいかなと思います。プレイクの他の機能としては使用コア数をタスクごとに指定できるオプションとかタスクの実行時間のログを、実行時間などのログを収録する機能、ログに基づいて統計情報を HTML にリポートする機能、ワークフローのダグや図を、グラフビズで出力する機能などがあります。あと触れてない重要な点があって、それはファイルノード間のファイル移動です。でファイル、まあ、ワークフローを複数のマシンで分散実行する場合、大抵あるノードで出力したファイルが別のノードで必要となります。でそのために、例えばグリッド用のワークフローシステムではファイルステージング機能、つまりタスクに必要なファイルを実行ノードに配置する機能があります。しかし、まあ、ファイルステージングを実装すると、まあ、実装が大掛かりになってしまいます。別の方法として分散ファイルシステムを使うことがあります。で並列処理の観点からいろいろなネットワークファイルシステムの特徴について比較します。NFS で並列処理を行うと一つのストレージにアクセスが集中しまって当然スケールしません。でラスターとか GPFS といった複数のストレージを束ねるファイルシステムでは並列 IO によって高いバンド幅を実現できますけれども、ネットワークに負荷がかかります。一方の GFARM ファイルシステムは、計算ストレージを使うので計算ノードのストレージを使うので、ファイルのあるノードで処理を実行すればネットワークを経由しないのでスケールアウト性能が実現できます。でこういう特徴によってプレイクでは GFARM ファイルシステムを使うこととしました。というわけで GFARM 分散ファイルシステムについて紹介します。でこれは GFARM ファイルシステムの概要ですけれども、 GFARM ファイルシステムは計算ノードのローカルストレージを束ねて構成する分散ファイルシステムです。で地理的に離れた拠点間でインターネットを通したファイル共有もできるように設計されています。で筑波大学の立部先生を中心とするオープンソース開発が行われています。これは GFARM の構成要素を示した模式図です。でメタデータを管理するメタデータサーバーが、MDS と省略しますけれども1台設置されています。でファイルの実態を格納するファイルシステムノードは FSNN と呼んでいて、複数の計算ノードに設置します。でそのファイルのあるノードで処理を行えばネットワークを経由しない処理スケールアウトな可能な構成になります。 GFARM の使用例を紹介します。 HPCI というインフラストラクチャーは K コンピューターや大学などのスパコンをつなぐ計算機環境として運営されていますが、
で、その共用ストレージに GFAM ファイルシステムが使われています。また NICT のサイエンスクラウドではというのは、情報通信研究機構が運営している科学データ処理基盤 で、そのストレージにも GFAM ファイルシステムが使われています。商用サービスとしてはウェブメールサービスアクティブメールのストレージに使われているそうです。 GFAM の特徴について述べます。容量についてはファイルシステムノードを追加すればスケールアウトします。そのために必要特殊なハードウェアを必要としていません。対障害性についてはメタデータサーバーのスレーブを設置しておけば故障の時に切り替えて運用を継続できます。また複数のノードにファイルを自動複製する設定にしておけばファイルシステムノードが故障しても運用を継続できます。性能については別々のノードのストレージにアクセスすることによりファイル並列アクセス性能がスケールします。またネットワークを経由しないローカルアクセスであればさらにネットワークにリミットされない性能が出せます。GFARMで現状課題となっている点です。一つはメタデータサーバーが1台だけでありそのサーバーの性能に、制限が受けることです。例えばメタデータサーバーのデータベースをハードディスクに設置すると短時間で大量にファイルを作成したときにメタデータの書き込みが間に合わないということがあります。でその場合は、ハードディスクをSSD に置き換えると性能は改善します。もう一つは、並列アクセス性能はスケールするんですけれども単独の蓄積アクセスはレイドのようには速くならないということです。 GFARM では今のところネットワークレイドはサポートしていません。でもちろん、ファイルシステムノードのストレージをレイドにすれば高速化することはできます。でこうした課題に対する研究も行われていますので将来は克服されるかもしれません。 GFARM の情報源について紹介します。 OSS つくわばは、GFARM のサポートを行う NPO 法人でこのサイトに GFARM のサイトがあります。 GFARM ワークショップが不定期に開催されていてここの講演スライドにも情報があります。次回は10月21日に神戸で開催されますのでご興味がありましたらご参加ください。メーリングリストは今は流通量が少ないので、質問すればもれなく答えてもらえると思います。その他に、企業向けの有料サービス有料サポートがあります。でプレイクで、GFARM に対して どういう対応しているかについて説明します。でこの図はマスターノードとワーカーノードと GFARM のメタデータサーバーが描かれています。プレイクでは起動したディレクトリが GFARM のファイルシステムかどうか判定して自動的に判定して GFARM であれば次のような対応します。一つは、ファイルが格納されているノード名を、ルックアップすることです。これは GFARM のライブラリの API を FFI で呼ぶスクリプトで行っています。これは後では述べるスケジューリングの時に必要になる情報です。2つ目はワーカーに接続した時に GFARM ファイルシステムをマウントすることです。でこの時に使用するコアの数だけマウントポイントを作ります。というのは一つのマウントポイントに複数のプロセスが並列にアクセスすると性能が出ないからです。でマウントした後にプレイクが動いているディレクトリに自動的にチェンジディレクトリしてワークフローの終了の時には自動的にアンマウントします。でここからは研究の話でローカリティを考慮したタスクスケジュールについて紹介します。処理するデータ量が多いワークフローを分散実行する場合はファイル IO がボトルネックとなることがあります。でその場合
データのローカリティが重要になります。GFAM のファイルシステムの場合は、ファイルの書き込みについてはできるだけローカルに書き込むような設定ができます。で、一方、すでにどこかのストレージに格納されているファイルを読む場合は、そのノードにタスクを割り当てることが性能に効いていきます。で、このようなローカリティを考慮したスケジューリングというのが、大規模なデータを処理するワークフローの性能を出す上で重要になります。前に言いましたが、プレイクではタスクキューに入ったタスクを取り出すときに、どのタスクを選ぶかということでスケジューリングします。で、この図はタスクキューの内部に計算ノードと1対1対応したノードキューをユレコで持っています。で、タスクを、エンキューするときは、そので次のスライドで説明しますが、広報ノードというのを決定して、そのノードQにタスクを投入します。で、デキューのときはそのワーカースレッドが担当しているノードのQからタスクを取り出します。で、また自分が担当しているノードQからノードQにタスクがないときは、別のノードのQからタスクをスチールすることによって負荷バランスができます。で、さっき述べました候補ノードを決定する方法として、でプレイクでは2種類考えています。1つ目は内部ローカリティと呼んでいて、これはタスクの入力ファイルが保存されているノードに基づいて決定する方法です。でプレイクのデフォルトではこっちになっています。で、2つ目はグラフ分割に基づくタスクスケジューリングです。で、このマルティコンストレイントグラフパーティショニングという方法を適用したスケジューリングについて2012年に提案を行いました。で、1つ目の内部ローカリティですけれども、基本的にはタスクの入力ファイルを持っているノードにタスクをアサインします。で、問題はそういうノードが複数あるということです。というのはタスクの入力ファイルが複数あったり、一つのファイルが複数のノードに複製されていることがあるからです。で、この図のようなケースだと、ノード1で一番ファイルがサイズが大きいので、ここで実行するのが効率が良いですけれども、ノード2でも大して差がない一方で、ノード3の時は、サイズが小さいので、ここで実行すると効率が悪いということになります。で、ここでそういうことで、プレイクでは入力ファイルのサイズをノードごとに合計して、最大サイズの半分以上持っているノードを候補ノードとして、います。で、このスケジューリング手法はタスク単位でローカリティを高める手法です。2つ目の、方法として、ワークフローの DAG の情報を使ってさらにローカリティを高めるスケジューリングについて提案を行いました。こちらはグラフ分割問題を応用します。グラフ分割問題というのは、頂点を結ぶ辺をカットして、複数のグラフに分割するときに、頂点の数を均等にかつカットする辺を最小にするという問題です。で、これを解くライブラリーもいくつか存在しています。で、ところが、ワークフローの DAG に対してグラフ分割を単純に適用すると、この左の図のように、前半のタスクがノード A とノード B、 後半のタスクが C と D に割り当てられてしまいます。で、タスクの並列性を考慮した手法として、このマルティコンストレイントグラフパーティショニングという問題を適用した方法を開発しました。詳細については説明しませんが、この手法ではこの図のように各ノードに均等に割り当てられます。提案手法を8台のノードで評価します。評価結果です。このプロットは、入力ファイルのサイズのうちリモートファイルにアクセスした割合を示していて、小さいほどローカリティが高くて良いという
結果です。で、左の一番左はローカリティを考慮しないスケジューリングで、88% がリモートアクセスとなって効率が悪い。で、タスク単位でスケジューリングする内部ローカリティの場合は 47% と約半分まで減りました。で、3番目のグラフ分割を用いたスケジューリングでは、リモート分割の割合が 14% ほどローカルアクセスという結果です。で、リモートアクセスが減ったおかげでワークフローの時間に実行時間についても 31% 減少しました。これで提案したスケジューリング手法が性能向上に有効であることを確認できました。対象外性について話します。で、ハードウェアには一定の故障率があって、構成するハードウェアが増えれば増えるほど壊れる確率も増えます。したがって、クラスター用のワークフローシステムには対象外性が求められています。で、プレイクではハードウェアの監視機能は持たないので複雑なことはできませんが、一定の対象外性があります。で、プレイクにはマスターの障害でワークフローが中断したときは、まあ、ブレイクを再実行すればメイクと同じように途中から再開が可能です。ワーカーノードの障害に対してはワークフローが中断しないことを目標とします。で、そのために GFARM ファイルシステムの自動複製作成機能を設定しておきます。で、それによってノードが落ちても複製にアクセスできるようにします。で、またプレイクでは今年リリースしたバージョンで対象外性を強化しました。で、このバージョンではタスクが、実行に失敗したときは、別のノードで再実行します。で、同じノードで別のタスクが失敗が続けば、そのノードに障害があるとして、脱退させて残りのノードでワークフローを継続します。で、ワーカーノードに障害を起こすテストを行いました。で、このプロットは横軸がブレイクの開始からの経過時間、縦軸がプロセスの数です。ブレイクの起動から約20秒後にワーカーノードのうちの一つでワーカープロセスと GFSD、 つまり GFARM のスプールをキルしました。その時にプロセスの数が1ノード分減っています。その後に残りのワーカーノードでワークフローが続行して正常な実行結果が得られました。まあ、ここの GFSD のキルによってスプールにアクセスができなくなっても、複製のおかげでファイルがなくなっておらず、ワークフローの継続に成功したということです。最後に、GFARM プレイクによる科学データ処理ということで、NICT サイエンスクラウドとスバルハイパーシュプリームカムについて紹介します。前の方で紹介した NICT のサイエンスクラウドでは GFARM ファイルシステムを運用していて、プレイクを使ったデータ処理も行われているそうです。で、その応用例としてひまわり8号のリアルタイムウェブがあります。で、これ、ここの、画像を作る処理にプレイクが使われているそうです。詳細はリンク先の講演スライドをご覧ください。最近の取り組みとしては、スバル望遠鏡のデータ処理があります。スバル望遠鏡に2012年に搭載されたハイパーシュプリームカム、略して HSC は、有効視野角が 1.5 度と、それまでのより3倍広い視野が特徴なカメラです。で、HSC の観測目的の一つに、その広い視野を利用した超新線の発見があります。で、超新線爆発はすぐに暗くなってしまうので、高速なデータ処理が必要ということです。で、このデータ処理に GFARM やプレイクを適用して高速化するという実験を行っています。まあ、ただ運用するシステムは別のところで開発されているので、これが実運用で使用できるかされるかどうかは分かりません。まとめです。マルチノードの計算機クラスターで科学データを処理を行うため、サイエンスワークフローシステムが使用されています。ワークフロー技術言語として
レイクファイルがパークであることを見ました。レイクと GFARM に基づくプレイクというワークフローシステムを開発しました。ローカリティを考慮したタスクスケジューリングの研究や対象外性について紹介しました。でプレイクと GFARM のユースケースとして NICT サイエンスクラウドとスバル望遠鏡の HSC について紹介しました。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ご発表ありがとうございました。お時間まだ4分ほどございますので、ご質問ある方はどうぞマイクの方まで来てください。ワークフローエンジン。はい。あとはそちらの方お願いします。話ありがとうございます。一つ気になっているところと、あとちょっと なんだろうインプットのが割とファイルに特化してる感じ、まあ一個まず一個インプットが割とファイルベースに特化してる感じがあったんですけど、はい、基本的にはファイルを入力、複数のルールベースでファイルを入力して、で並列分散で実行した結果をどこかに書き出すっていうのが主な用途なんでしょうか。あ、その通りです、うん、で一つ気になってたのが各ノードの死活とか、その ワーカーの起動、ワーカーって常駐してるのかどうかちょっと分かんなかったんですけど、その各ノードの生存ってどうやって監視してたんでしょうか。監視はしてなくて、まあ、SSH でつなげているだけなので、これはブレイクが起動したら、その都度ワーカーを起動する。ノードプールというものが、まあ、あってそこでつなげるやつをなんか探してつなぎに行くみたいな感じですか。まあ、探すというよりはそのホストファイルに書いたところにつなぎに行くという感じです。なるほど、分かりました、ありがとうございます。Any other question? レイクといえば、はい、お願いします。フォルトトレランスの話を伺って、まあ、ノードが落ちたときとかのフォルトトレランスに関しては、まあ、分かるんですけれども、そうじゃなくて例えば、処理が1個だけ失敗しましたとか、そういったような場合ってあり得ると思うんですね。で、途中から流し直したいみたいな処理とかもあると思うんですけれども、そういったようなものはサポートされているんでしょうか。今なかったんですけれども、同じタスクが続けて、同じタスクを別のノードでリトライすると言いましたけれども、その同じタスクが続けて落ちれば、そのタスクに問題があると思って、もうその後の依存処理する処理は行わないという感じで止まってしまうという。でその後はもうユーザーが何とか直してもう一回実行してくださいというポリシーです。じゃあ開発をしながら実行もしながらみたいなことはあまり考えられてなくて、デバッグが終わったワークフローを流すっていうのが本番という感じでしょうか。多分普通にワークフローエンジンじゃなくてワークフローの方を開発しながらやっていると、このワークフローではうまくいかなかったみたいな、バグとかが多々出てくると思うんですが、はい、そういう時に、途中までは成功しているけれどもみたいな中途半端な状況みたいなのをとりあえず今は考えてないというお話で、理解で合ってますでしょうか。まあメイクファイ、メイクと同じ思想なので、途中まで成功していればその後はスキップして、ファイルは途中まではあるから、そこから、はい、そこまではスキップされていると、はいはい、分かりました、はい、ありがとうございます。GFARM ファイルシステムっていうのを使ってらっしゃるということですけど、これはファイルシステムがこれがあればより早く便利に使えるというだけで、なければないなりに動くという認識でいいんですね。すみません。この GFARM ファイルシステムがない環境でも、動くことは動くという。何でも動きます。ノード間でファイルが共有されていれば、プレイクを動かすことができます。はい。あとノード間の
ジョブのやり取りといいますか、SSH を使って起動ワーカーを起動するということでしたけど、最近 の, スパコン的センター的なところでは、PBS とか LSF とかそういう、ジョブ管理システムをでノードをノードにジョブを投げないといけないところが増えてまして、はい、そういうところには対応しているんでしょうか。ですね、このプレイクを PBS で投げるっていうようなつもりで開発していて、なのでどっちかというと MPI で作った並列タスクの代わりがこれだプレイクだと思っていただければと思います。でなのでその自分でどこのノードで実行するかっていうのを探しに行くってことはここではやっていなくて、それは PBS とかで、このプレイクを起動しジョブで投げてそこで格闘したノードでプレイクのワークフローを実行するというふうな感じで考えています。その MPI の実行支援したりする機能もついているという認識ですか。いや今のところはMPI は対応してなくて SSH ってだけってことになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。お時間そろそろなのでこの辺りまでにさせていただきたいんですけれども、司会者権限で一つだけ質問がありまして、こちらって GitHub などでソースコード公開されておりますでしょうか。GitHub のソースはプレイクで検索すると出てきると思います。はいはいはい、というのは知ってて聞いたんですけど、こちらはまだ星様が8つぐらいしかついてなくてですね、大変多分こうそこをもっとアピールしていただいて、みんな見てくださいねって言っておくと、実はそのリポジトリを潰したことがあったので、なるほど、その時にスターも消えてしまいました。あ、なるほどですね、はい、とのことなので皆さん今一度スターをつけ直していただくとよろしいんじゃないかと思います。はい、では田中さん、ご発表ありがとうございました。ありがとうございました。